で、人生の後悔を書き出してみたんですよ。今度一回やってみてください。じゃあどれを取り返しに行くか、一番時間の経ってるもの、一番取り返しにくいもの、そして一番好きだったものが、あの時の嘘ついた自分だった。だって書き連ねたら、一番時間の経ってたものはあれだし、一番その何好きだったものはサッカーだし、目指したかった本気だったこと、でそれから一番うまくて難しいものはもう確実にそれだったんです。その瞬間にこれだと思って、人生の後悔取り返しに行くぞと。